4回私の父方の家系が昔から霊感があり私もしっかりそれを受け継ぎました幼い頃から怖いものからそうではないものが見えていたので幽霊がいる生活が当たり前でした そんな中小学五年生の頃に父方の祖父が亡くなりました私自身初めての親近者の死だったためひどく落ち込みました一年かけて立ち直ったある夏の日それは起きました私の地元は 小学校から部活動があり、私もバスケットボール部に所属していました。部活が終わると、校舎内にある公衆電話から、親に迎えの電話をし、待っている間、部活動メンバーと一緒に校庭で遊んで過ごす。これが、いつも通りでした。 その日も当たり前のように遊んでいたとき、ふとグランドに気配を感じ、目線を送ると、そこには亡くなったはずの祖父がいました。生前被っていたハンチングに、敬老の日にお年玉を崩してプレゼントした杖。後ろ姿でしたが、間違いなく祖父でした。 おじいちゃん寂しくなったのかな私はブランコに乗りながらじっと見ているとスッと左手人差し指を上に向けましたその指さした方向は学校裏の方でしたそちらには祖父の家がある方角でした どうう。したんだろうそう思っていた時友人の車が学校内に入ってきて過ぎた瞬間祖父の姿はありませんでした寂しくなって会いに来たんだろうな私はそんなふうに思いながら迎えに来た母親に話しました 幼い頃から普通に幽霊を見たということを伝えていたため、両親は特に驚きもせず話を聞いてくれます。その日も母親は、そうだったんだね。おじいちゃん、会いたくて仕方なかったのかもね。そんな風なやりとりをして、 その日を終えました数日後健康診断を終えた母が少し興奮交じりにあのね今日病院行ってお会計待ってたら前に並んでいた人がおじいちゃんそっくりだったのお母さんびっくりしちゃって声かけたら顔も声も似てて他人の空似ですね なんて話してさ。その人、早々と会計しちゃっていたらしくて、すぐいなくなったんだけど、あなたから学校で見たって言われた後だったから、びっくりした。こんな偶然あるんだね、なんて話していましたが、その時点で不思議は連鎖していました。 母はその健康診断でがんが見つかりました早期発見だったためすぐ入院と手術が執り行われました無事手術は成功ししばらく術後の入院生活を送っていました私も学校が早く終わった日は 父と弟とお見舞いに行っていました。ある日、職員会議が入り、全部活動が急遽休みになり、父親に電話でそのことを連絡すると。なら、今からお母さんのところにお見舞いに行こう。迎えに行くから、いつも通り校庭で待ってて。そう言われ、 校庭で待っていました。いつもは野球部と陸上部の声が響くグラウンドもカラスの声しか聞こえませんでした。ふと祖父が立っていたところに私も立ってみて何を思ったのか同じように左手人差し指を同じ方角に指さしてみました。 その時、はっとしたんです。祖父が指していたのは、家の方角ではありませんでした。校舎裏にある私立病院。祖父が亡くなった病院でもあり、母が入院している病院。高さはちょうど4階。母が 入院しているです信じられませんがあの時祖父は母親の体を蝕んでいた病気を教えに来てくれたのでしょうか母の前に現れたのは本当に他人の空にの老人だったのでしょうか それから今現在まで母の病気は感知しすっかり元気に過ごしています。私が体験した中で一番不思議な出来事でした。 どうしてよ前の夫と暮らしていた時の話です夜些細なことから口論となり私は家を出ました同じ空間にいたくないという気持ちと 一度頭を冷やしたいという気持ちからの行動でしたが、田舎の深夜一時というのは、本当に空いている店がないんです。車を出したものの、行く当てのないまま、近所をしばらく回り、結局歩いて5分のところにある、運動公園の駐車場に車を止め、ぼんやりと、 物思いにふけていました30分ほど経ってスマホに夫からの着信「もしもし今どこまる公園の駐車場で頭冷やしてる」「なんでまたそんなところにとにかくさっきはごめん危ないから」 早く帰ってきなよ。しかしまだ冷静に慣れていなかった私はもう少しここにいると言い,いまた口論になりました。家を出た時の喧嘩の内容を蒸し返してしまい二人とも感情的になってしまったんです。大体いいそんなこと言ったって この前も、どうしてよ。突然、電話から女の声が聞こえました。それはもう、はっきりと。思わず言葉が途切れました。遠くから響いてきた音ではなく、とてもタイトでクリアな音でしたが、 周囲を見回してみても人影も止まっている車もありません突然話をやめた私に電話の向こうで夫がもし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 どうしたと言っているのが聞こえます私は夫が 飲み屋かどこかにいるのかと思って、尋ねました。ねえ、正直に答えて、今、どこにいるの家。ほんとああ、行くところないし。じゃあ、テレビついてるううん、つけてない。じゃあ、えっと、誰か家に呼んだ こんな時間に呼ぶわけないじゃん。さっきから何夫が不審そうな声を出します。今、そっちから女の声が聞こえた。何それ。やめてよ。誰もいないよ。ちょっと、今から帰る。 私はその時、夫が女を連れ込んでいる可能性や、嘘をついて出かけている可能性を疑っていて、全く怖いとは思っていませんでした。女性の声には、静かな怒りと苛立ちが混じってるように聞こえたことも、そう疑った原因でした。電話を切るのと同時に、 エンジンをかけ、一分で帰宅。急いで家に入りましたが、私が家を出た時から、灰皿の吸い殻が増えた以外に、変化のない台所で、夫がポツンと座っていました。本当に一人一人だよ。怖いこと言うのやめてよ。おかしいな。 でも確かに。うーん、トラックの無線が混ざったとか。そうだとしてもタイミングが良すぎて怖い。そもそもそんなことあるのいや、知らんけど。あと、国道に向けて車を止めて電話していたから断言できるけど、あの時、トラックは通っていなかった。 駐車場にもいなかったその晩はなし崩しに仲直りということになり寝ました不思議なことがあったという程度の認識でその後職場の人や友人に時々この話をしていたんですがある日パートのおばちゃんにこう言われたんです それ、旦那さんには聞こえてなかったのよね。じゃあ、電話の向こうじゃなくて、車内にいたんじゃない耳元に。 睨む女もう10年くらい前の話このこと以降特に私の身に何か起こったとかはなくもしかしたらもう時効かもと思ったので少し書き起こしてみようと思います当時 夕方のウォーキングが日課になっていた私はいつものように母と軽く歩きに出かけました。その地域はもともと祠やら鳥居やらそういうものがちらほら点在しておりその中の一つで大きな鳥居がある道も通学路にはなっているものの日が暮れてからその周辺を歩く人は少ない道で 両側を林に挟まれた鳥居の前を日が沈む頃に通りかかった私と母は正面から人が歩いてくるのを見たんですまだ真っ暗であたりが見えないほどでもなかったため母が手に持っていた懐中電灯もつけずにはじめは自分たちと同じウォーキングの人かなと特に 気にもししませんでしたただその日のその時間帯は偶然車の往来も一切なかったのにもかかわらずその女性はぼんやりと光って見えていたんです距離を詰めるにつれて女性が歩いてくることに気がついた私と母はぶつからないように道路側に寄ったんですが どうにもこちらに向かってくる女性が自ら発光してるかのようにぼんやりと白く光って見えたんです。その時にこれは何かがおかしいと気づいたんですが突然来た道を引き返すわけにもいかなかったのでそのまま足を進め女性との距離が縮まっていくのを凹函とともに全身からにじみ出る 変な汗と恐怖心に心の中で多分人多分人人人と唱えながら耐えるしかありませんでしただんだん女性の容姿も見えるようになり始め身長は170センチ程度暗いオレンジ色で 無造作にカールした短めの髪に、発光して見えた膝下までの白いワンピースのような服。足は裸足、顔は蒼白。目は瞳孔が普通の人より開いて大きく見えました。すれ違う直前にトリーガーを歩いてきた女性とすれ違った母は、 すれ違った直後、彼女に気づかれないくらい小声で、私の耳元に、ものすごい行走で睨まれた、と言ってきました。私は言い知れぬ恐怖心から彼女の目を見ることができず、汗で濡れた手をパーカーのポケットの中で握りしめて、うなずきながら、 彼女とすれ違いました。何か見てはならない気がしたんです。鳥居の目の前でその女性とすれ違った直後、早くこの場から逃げたい、家に帰りたいという気持ちと、人とは思えないようなものを見た、という恐怖心から、気持ち早足になりながら、 走らないように女性と距離を取りました私は勇気がなかったんですが母が振り返ると鳥居の前以外は見通しもある程度よく一本道なのに先ほどすれ違ったはずの女性がいないと言い始めたんですその瞬間私と母は 自分たちが見たものが人間ではない何かと思い恐怖から全速力で走って帰宅私の兄にそのことを話しました兄は当時働いていたバイト先の後輩にその話をし後輩の彼が父親にその話をしたところ彼のお父さんも 同じ見た目の女性を同じ鳥居の前で日が暮れる頃に見たことがあると聞いたそうです。兄はすぐに友人と写真を撮りに行きたいと言い出し、私と母がその女性を見た時間、場所をメモに書いて家を飛び出しました。数時間して、 夜中に兄が帰ってきたんですが、しばらく粘ったけど会えなかった、とその女性には遭遇できなかったらしく、パソコンで先ほど撮ってきたという現場写真を整理しながら、何も見つけられなかった、と頭を抱えていました。 私も気になって兄の撮ってきた写真を見ていたんですが、どうやら鳥居をくぐった先の階段を登ると祠があるらしく、祠の両側に中くらいの茂みがあり、右の茂みの下から青白く骨張った人の左手が覗いていたのは、私しか気づいてないのかもしれない、と思いました。 今はもう当時使っていたパソコンも壊れて廃棄したのか覚えていないんですが USB もなく写真がどこにあるのか廃棄したパソコンと一緒に捨てたのかデータのありかはわかりませんそれまではそういう霊感的なものは全く感じることも見ることもなかったんですが 今思えば、その時から、そういうものが、たまに見えたり、聞こえたりし始めたのかもしれません。 はい。ということで、どうも皆さん、こんばんは、ごま団子です。今回も僕らが運営する階段投稿サイト、ホラーホリックスクール図書館より3話読ませていただきました。どのお話も本当に興味深く読ませていただきました。読ませていただき、ありがとうございました。 はい。ということで、本日もここまでご視聴いただきまして、誠にありがとうございました。この動画が少しでもよかったら、評価、そしてチャンネル登録、ぜひぜひよろしくお願いいたします。いつも本当にありがとうございます。そして、この動画の概要欄にも、先ほどのほホ,ホリーの URL とか、いろいろ記載してありますので、よかったらぜひチェックしてみてくださいはい。では、次の動画、もしくは生配信で、またお会いいたしましょう。 ごま団子でした。おやすみなさい。